トランペットオカリナ奏者の茨城智博です歌とピアノのみのりですいばのラジオあの丘を越えたらの第68回後編ということで前編はみのりさんのチャンネルから配信しています、うん、まだお聞きでない方は説明欄にリンクがありますのでよろしければ前編から聞いてみてくださいはいはい今日はもう忘年会です会はい盛り上がっております盛り上がっておりますか <laughs> だいぶ食べてますからねいろいろはい じゃあお次のお土産はじゃあ何にしようかな、うん、これあの冷凍してて、はい、でこう半解凍みたいな感じで食べてほしいみたいなやつ、うん、じゃああれですか家で冷やしててくれたのかで持ってきて今半解凍なのかどうか,かこれは北海道、はい、バターチーズサンドプチ。 写真的にはおいしそうですよ。あ意外とちっちゃいんだ、いいサイズだね、プチだからね。はいありがとうございます。緑色の、うん、綺麗。この包み紙、なんか折り紙好きな時代だったらテンション上がる素材。そうだね、ピカピカして、半光沢って感じで、牛ギラギラしてなくて、食レポじゃなくて、紙。 積み紙のレポを丁寧にやるっていうね。<laughs> おおすごいかも。あすごいね丁寧だね。またあのあれがビニールがついてますよ。そうだよ。これをう<わ>どうしたらいいんだこれ。取れる取れた。うわーあ。あ取れた。もったいない。す一個一個これついてんだ。いただきます。 うん、あれチーズ大丈夫でしたっけ大丈夫あのもの、うん、によるんだけどこういうのは全然大丈夫おいしいなんで今のタイミングで合ったの <laughs> すごいねおいしいあのバターとチーズのちょうど間の感じがすごいねきてますね,、うん、すねでビスケットの軽さもちょうどいいし軽いうんうん こ,こ,このチーズ感が強すぎるとそんな好きじゃないんだけど、うん、この今ちょうどいいミルク感ちょうどいいうん、うん、なんかそこまでチーズになりきってないぐらいのさ、うん、乳製品感があるじゃないですかおい、うん、しいこれはおいしいですね、うん、これはあでもこれも全部買ったのは千歳空港千歳空港でうんビエの ビエう会社名とか言うべきだったんじゃないもしかして、うん、フェルム・ラ・テールフェルム・ラ・テール・ビエはいのバターチーズサ、うん、ンドそううんうわあすごいうんこれは美味しいなうんマスカルポーネチーズって美味しいよねああうん美味しい そうかマスカルポーネかこれうん、うん、癖がないですねうんあら美しかったねそしてそこに椿茶ああそしてそこに椿茶甘いですようん<も>あーすごいわこういう甘さいいよねうんいいね <laughs> 椿茶のレポート一番してましねめっちゃ気に入ってるじゃん。うん みのりさんはどんな2023年でしたか？ええそうだよねー、うん、確かに。<laughs> <laughs> <laughs> うん2023年ね。うん、私最初なんて言ってたかな覚えてますか？<laughs> うんとねまあ今年最初,最初じゃないもんねその<ー>安心して待つはすごい覚えてんだけど、うん、それはまあなんか。 どっかのタイミングで言ってたかなあでもねそういう精神的な気づきみたいなのもすごくあったかもしれないけどあれだねそんなに細かく言ってもちょっと恥ずかしいけどもでもいろんなとこ行ったよねライブの活動でいうとワンマンライブみたいなのは去年ガツンとやったけど今年はそうではなく いいいろろんんななライブをいろんなとこでやったはワンマンライブっていうのを、うん、コロナ前まで1年に1回って感じで、まあ、3年続けてやったんだけどコロナ禍になりやらないで3年ぶりに去年やった ですだからその流れでいうとまた1年に1回やるかなと思ったんだけど、うん、なんかその意味意義みたいなものがあんまり見えてこなかったりそこで無理やりここでやるって決めて設定しちゃってもまあ悪くはないと思うんだけど、うん、なんかそういう流れにならなくって、はい、でどっちかっていうと流れはそのいろんなところで いろんな人に会ってライブをするとか出会いだったりとか,、うん、なんかそういうのを大事にしたいなっていう感じだったから、うん、その流れに乗ってみたんですね。いいですね。うん、そしたらちょっとこうようやく次の、うん、あの三段はついてきたというか、うん、次の三段、うん、というと来年来年。来年でもそうか。来年の年のに、うん うん、あの今年の目標で言おう,ああそうだね, <laughs> そ,うだねそうかそうかじゃあ来月はまた新しい目標とかね、うん、確かにそれもあるかもしれないそうそうなんか計画的に、うん、あの少しちょっと、うん、こ,この月にこれがあるからこの月はこうしようみたいなそういう計画の立て方をしようかなって、うんうん、今更あなるほどね <laughs> シンプルないやでも意外とやって、うん、まあちょっとだから先まで見据えるとねなんか23ヶ月単位とかまあ大きい1個は決めてね、うん、あとはなんか流動的みたいなことが多いけど、うんうん、計画的にポンポンとね、うん、それはでもそう僕もそうなんだよな、うん、やっぱりやみ、まあ、闇雲に入れてはいないんだけど、うん、自分がね皆さんに声かけるようなライブがやっぱり近い日程にあって。うん 消化不良にななっっっちゃうのってすごいもったいないもたし、ね、一回一回全力で、うん、なんかそういうフェーズになったなってその数いっぱいやりたいって思ってた時もあるし、うん、それはそれで別に良かったと思うんだけど今度はなんか一個一個でもっと自分の燃焼させることに向けれるといいかなとは思うね最近。うん そう近いです私も、うん、そういう気がしてますねまたいい一年になりそうですね最近僕新しい目標ができたんですけど、うん、その前に次のスイーツ行っていいですかはい <laughs> 次はですねすいませんねこれを待ってるんだよね、うん、そうこれはですね餅カヌレです餅カヌレ カヌレ餅とも言いますし、きびだんごかぬれとも言います。きびだんごかぬれさんの、かぬれもち。きびだんごかぬれさんのじゃないんじゃない,じゃないの誰さん、ね、会社名ではないのか会社名は、あれか、大きい商品、岡田,商店岡田さんの。<laughs> 岡田さんのきびだんごカヌレというカテゴリーの中に持ちカヌレがあるのかな、うん、そうなのわ <laughs> からんけど。あ違う、うん株式。販売者は岡田商店、はい、製造所は天狗堂株式会社天,<堂> <laughs> 天狗堂宝船、うん、北海道亀田郡。はいまあ、こんだけヒントがあればきっとなんとかなる。 かあまた新たな情報が今箱を開けたらかわいらしいきたねカヌレ姫とお餅王子ですって餅カヌレができるまでという小さな絵本みたいなのが入ってますすごいファンタジーなお菓子だったの、ね、で皆さんこれ開けながら聞いてください、はいはい、カヌレ姫は今日もスイーツのことを考えていますかぬれ姫新しいスイーツはないかしら、うん そんなある日、カヌレ姫はお餅王子と出会いました。商品開発のチャンス。カヌレ姫は新しいスイーツの予感にドキドキしていました。これ開けれるかなハサミなしで。二人はすぐに仲良くなり、新しいスイーツの餅カヌレができました。そして二人はお城で仲良く暮らしました。メ<お>でお城で仲良く暮らすんだ。これ強引に開けますってで。はい。あの、ハサミいるやつです。失礼しました。 違うこにああカヌレ姫ありがとう。あけ口あったよ。ちゃんと作ってくれてた。この一個一個、飴みたいにさ。あめみたいなやつだ。キャンディー的に包まれている。あそか、だからカヌレ要素が思ったよりもまだわからない。カヌレ要素って何例えば。形形であったり、富士山みたいなお菓子じゃないですか、カヌレって。 その形は一切なくて、今出てきたのは。オブラートに包まれた茶色い塊。本当だ。塊。ていはい、うん、せー、せーので食べるから喋れない。んだよ、ね、あか <laughs> どうですか、すみません先に。はい。<う>わ。<laughs> うわって言った。<laughs> 結構でも。ね。なんだこれ歯ごたえがありそうな。え<い>、うん。 全然美味しくない <laughs> <laughs> マジかまだ食べてないのにちょっといただきますじゃあうんうん、うん、あカヌレだこれカヌレまあ,あの食感の中にカヌレの感じがあるね、うん、でちょっとキャラメルの感じあるよねあるでね、うん コーヒーヒ味か。<ー>カヌレだからコーヒー味もあるのかあカヌレってコーヒーなんだ,だからコーヒー味のキャラメルとかあるじゃん、うん、あれ食べてる感じでほんとだうんまあ美味しさで言うと、うん、あのー、そうでもない <laughs> <laughs> ちょっとカンデデヒメとモち王子は曲ですね、うん、<laughs> これは破談でお願いします <laughs> こんなストーリーまで作って相性あんま良くなかったかもしれない、まあ、残念食感はね、うんうん、まあいいけどね、うん、だからもっと甘かったりとかしてもいいのかな、うん、これさ、うん、美味しいって人いると思う、うん、うん、でも、うん いや、あの全然美味しくないまではいかないけどんか手元にあったら食べちゃうぐらいの感じは全然ある<当>、うん、私多分3日間飲まず食わずで最終的に食べるかもしれない <laughs> だいぶ評価低い <laughs>、うん、あのコーヒー味のお菓子とか好きな人は全然好きなんじゃないかなええー、うん 甘すぎないっていうところで手軽に食べるにはいいのかもしれないそうか逆に興味出たと思うからみんな買ってくださいこれだってすっごいおしゃれなんさ容器に入ってる容器っていうかねそうそうそうだからか洋風な入れ物なんだけど意外と和が出てきたよね確かに和でもないかなんか発覚じゃなくて 味覚じゃなくてそういうような味もする。そういうコーヒーじゃないでも。そうですね。はい、次、次、次、最後。あよかったこれ最後にしなくて。お。おコップ発おコップ発酵バターケーキこれはきっと間違いないでしょう。これって一個ずつ開ける？一人一個それ開ける。開けてみて。はい。うん。おこっぺ発酵バターケーキこれも牛さんがいます。牛の絵が。オープン。じゃん。 すごいちゃんとあの袋の個包装だけど、うん、チーズケーキの三角に切った状態のやつが出てきましたすごいおいしそうで紙を取ってさっきのスプーンで食べれるかな、うん、あ新しいのあるフォークもあるやった、はい、あ <laughs> かわいいこのフォーク <laughs> ねいただきます もうチーズケーキだよねこれは発酵バターあでも違うチーズケーキの形だけど商品名は発酵バターケーキだもんね発酵バターってチーズなんじゃないなるほどなるほどね確かにうんでも発酵バターだよこれチーズじゃないうそうん美いしいいただいていただいてくださいはい うん卵感もしっかりあるし、うんうん、ふわふわの、うん、チーズケーキみたいなしっとりじゃなくてさ割とカステラだあ確かにカステラか <laughs> <laughs> うん、うんうん、もいいですチーズケーキより僕はこっちの方が好きだあそうですか、うん、じゃあさっきの、うん、えっとこれ何だっ,たっけ バターチ,ーチーズサンドみたいなうんとねあの商品としてクオリティが高いなと思うのは、うん、あのバ,バターチーチズサンドですねでも僕の食生活的にどっち食べあまあその時によるかなぐらいの差で<ー>でもこっち食べたいこのバターケーキ、うん 食べたいタイミングの方が多いかもしれない。あ、そうなんだ。うん、へえ<ー>。結構好き。美味しい,い,しい、うん。いいですね、うん。普通にお茶飲んで待ったりして。うん。まあ、一年後、まあ、あっという間に終わってしまいますけど。 僕のの目標話聞いてもらっていいですか大き言いたいならそれ振って食べだしたなと思ってその前に食べますって言って食べたんだけどいやそのね去年のリサイタルってすごいあの特別な内容だったじゃないですかまあ贅沢というかオペラシティっていうホールを借りてもうシンプルにお金もめっちゃかかってるんですねいろんな人を。 手伝っっててもら出演者もねみのりちゃんも出ていただいて、うん、でアンコール入れて3曲しか出てないじゃないっていう人が他にも何人もいてさ、うん、ちょっとずついろんな人の力を借りてっていうのが、まあ、できたのってあの、まあ、お金的なところで言うとあの確定ではなかったんだけど補助金が使えるかもしれない。 っってていうののもあ動き出した結果、使えた部分はあったのでだいぶ助かったのねだからできたっていうのもあって別に何の深い意図はないと思うけどみんなやっぱりさまたやってくださいってよかったよって意味で言ってくれるけどいや、またはできないっていうコンサートだったのよ、正直ね。あれはもう 1>, 1年に1回やりますっていうレベルでは僕の力ではねなかなかできないことだし、うん、まあ一生の中でもまあないことじゃんあんなコンサートって。うん、だしだから、まあ、同じようなことをやろうとは思ってなかったんだけど、うん、なんかあの、まあ、シンプルにいつかまたああいうことはやりたいなって思って、うん、その自分の力の。 及ぶ範囲というかやっぱりそこに向けて力をつけるっていう意味でもねなんかやろうと思えばできるんですよ別にみんなのスケジュールを抑えてお金さえあればできるんだけど、うん、そこに自分の気持ちとか、うん、実力であったり集客力であったりが伴った形でまたできるのを目指したいなって今思ってます。うんうん うんうん、多分それは来年じゃないもっと先、ね、来年は来年でもちろんやることあるんだけど、うん、そのもっと先でまあ同じメンバーではないかもしれないけど、うん、あのぐらいの感覚でやる大規模なコンサートっていうのはまた作れるようになりたいなと思った自分が主で動いて主催でやるっていうのがまたうん、うん すごいし普通じゃないところかなそうでも主催じゃないとできないからねあんなことうん、うん、やっぱりあの好き勝手やってるからねうん、うん、そっかそうそうそう全部、まあ、自分のわがままでできるし <laughs>、うん、あのそうだね でお客さんに対しても変な話全然気を使ってなくて、うん、僕がやりたいことを全力でやるから、うん、それを見たい人はどうぞ来てくださいって思ってるのねなんかすごい偉そうな言い方をしてしまうとみんなが喜ぶようにっていうのはまああるけど、うん、それは結果であって、うん、そのために内容をこうしようっていうのはあんまりなかったりして、うん、なんかそういう考え方で動けるのは。 こう自分がフリーで主催でやってるからなのかなっていうのはあるよね。そうなんですね。うん、原動力っていうのは何ですか伊賀さんにとっての。原動力はやりたい面白いことっていうか楽しいことというか、うんうん、やりたいが一番かな。うん、でプラスやっぱみんなでやりたいとか。うんうん やっぱアーティスト仲間も多いから、うん、いろんな種類のライブをやりたいんだよね基本的には。プロジェクト区をやっても楽しいしみのりちゃんとライブやっても楽しいし、うん、クラシックのコンサートやっても楽しいしいろいろあるからそれをギュッとしたのはその。 前のリサイトルだったりもするけどでもあそこにも収まりきらないぐらいやいろいろあるやりたいことっていうのが、うん、それをねやろうと思うと時間がないんだよね,そうですね人生のです、ね、<laughs> もうこんなに一瞬で1年過ぎるからまあ別に何歳でやってもいいんだろうけどできれば30代のうちにやっときたいなとか40代のうちにやっときたいなって思うともうどんどんやんなきゃなって って思うよねなるほどね <laughs> その自分の内側にある種みたいなものが開花するっていうスタイルですよねなんかなんて抽象的な言い方誰で,ですけどやっぱりそういう。 原動力ってすごいエネルギーだしそれに勝るものはないなって思うんだけどやりたいとか楽しいとか好きっていう、うんうん、で思いついたことを形にするっていうのね、うん、なんかそういうことをいろいろ考えていくと、うん、私ももちろん好きっていう気持ちとか、うん、やって楽しいっていうのはもちろんあるんだけど、うん、多分それが 爆発的なエネルギーを生むわけではないタイプなんですよ、うん、っていうのにねようやくなんか分かってきた、うん、それはどっちがいい悪いじゃなくてタイプなんだなって思ってんだけどやっぱそれがもう誰が何と言おうともうやりたいからやるんだっていう炎をね、うん、持ってればうん、うん それが本当に力なんだけれどもその時に私は結構それが何の意味になるかとか、うん、そこを結構なんか考えちゃうそっちが大きくなっちゃうどうしても。うん、だ最後までその自分の熱量だけで突っ走ることができないから、はい、だから多分その意義をちゃんとかっ 苦心できててないいことに関して弱いんだよねうん、うん、だから教育とかに関して、うん、あの突き進めたし教室始めた時とか、ねうん、教材を作る時とかも突き進めたけど、うん、自分がアーティストとしての活動っていうのにやっぱりずっと疑問があって、うんはい、かやっぱり何か意味があるって思えた時に、うん そこでようやく力を発揮できるタイプなんだなって気がついたから、うん、まあそれはもうしょうがないからそういうタイプってことは,はい、はい、その意味をちゃんと突き詰めていくっていうところをする必要があるんだなって私は今思ってて、うん、そのやりたい楽しそうっていうのはもちろんたくさん生まれてくるけど、うん、それが最後まで持たないってことが分かったんで。ななるほど、うんなんでちゃんと その最後まで持つ何かが必要と思うと、うん、まあ必要だからというよりは、うん、そのゴールがちゃんと見える状態まで常に考えてるってことが、うん、私はその道なのかなっていうのをんか今最近思ってるかないきなり語るねね、うん、いねいじゃないですか、うん、いきなり語っちゃうだ <laughs> そう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 そ<で>うそ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 う いやそれが明確になってきてるなっていうのをね、うん、ようやくだから落ち着いた、うん、いいじゃないですか落ち着かなかったからね数年間はね。なんかちょっとずつやっぱ違うと思うんだよその人によって、うん、そのまあコンサートとかやる人間だったらお客さんが喜んでくれたら嬉しいは、うん、まあ全員あると思うんだけど、うん、細かく分けると自分がやったことが あの喜んでもらえたら嬉しいって僕が今言ったようなパターンもあればお客さんが喜ぶなら何でもやるそれが一番の目的だからっていうタイプもいるしそれもすごい素晴らしいなと思うしなんか僕はそうではないねどっちかっていうと自分がやりたくないことやってまで喜んでもらいたくなかったりするんだけどもうそうではない楽しんでもらうことが一番だって考えたりとかさ。 そのまあ、どこに意義を感じるかとか、うん、エネルギーになるかっていうのが細かくちょっとずつ違うんだな、うん、人ってっていうのは思うねみのりちゃんの場合はそうだねそういう意義のある、まあ、教育なんかはね子どもたちの将来にもつながることで、うん、やっぱり社会貢献 でしかないと思うし、うんそうだからその場のっていうだけだと私はちょっと弱いんですよね。うんうん、楽しいかったとか喜んでもらえたっていうだけだと、うん、その先にそれで、うん、みたいなのが生まれちゃうからその先かな未来とかねそのじきじ軸軸時間みたいなものが必要かもしれない。うん 僕はねだからあの実はすごく、うん、なんだろうなあの歴史に足跡を刻んでる実感はあるんですよ自分の活動って。うん、だからねあのできてるところはあるかもしれない、うん、そういうところで言うとね、まあ、そこまで深く考えてるわけではないけどただ突発的にやってるだけではなく自分の足跡っていうのが着実に なんか形になってるし、うん、それをやっていかなきゃなっていう使命感みたいなのも結構あって、うん、それはあるな、なんか何かを作ってるっていう思いは一個原動力としてあるかもしれない。うん、そうですね、もちろん一個じゃないからね、うん、カラーは、ねうん、そうだね、うん。面白いですよね。そうやってでも日々考えてるっていうことが。うん 道筋になっていから思いもよらないとこで人の助けになることもあるかもしれないし、うん、前回のコメントで紹介したみたいなね、うん、あのアーティストが別に誰かを慰めようとして歌ってるわけじゃないけど、うん、僕はただいい音楽をしただけだけどでもそう思ってくれるそういう感受性を持ってそれに触れてくれれば。うん いいいんじゃないみたいな、うん、だから本当の本当に自分の心の底に正直に生きていたら勝手にそうなるはずなんだよねだから考えすぎるっていうのもよし悪しで、うん、ただ人それぞれだとそうまあ当然全員に刺さるは無理だと思うしさ、うん、たまたま自分の活動自分がやってる音楽とかに何かを感じてくれた人が ちょっとでもね、うん、あのそうやって救われるとか癒されるがあればそれは嬉しいし、うん、でもそうじゃない人がいても全然それは当たり前だし、うんうん、まあ意義を感じる瞬間は嬉しいですよね、うん、そうやってやっぱ達成感だったりね、うん、ある時はそうですね、うん、いやいい1年でしたね、うん、あそうそれからいばみのラジオで気が付いたのははい 最初にお手売りテーマをやった時にちょっとした幸せみたいなのやったじゃないですか小さな幸せそれでみんな結局は心を感じた時にうれしいって思うんだっていうのをありましたねそう大きい小さいじゃなくそれはすごい心に残っててなんか結局全部心だなみたいなあの人でもねなんか人でもじゃ人か全部全員してたけどそうなんか。 不器用だったり人との付き合いがうまくなかったりとかしてもその人の中に一個温かい心を見いだすことができればやっぱそれで十分でどんなにうまく器用にやってても人当たり良いとかねでも心がないなっていう時に苦しくなるんですよそれはその心がないからだっていうのはパッて気づけないけどなんかこう。 意思疎通っていうかななんだろうなこの感じみたいな時もやっぱたまにあって、はい、いろんな人と知り合うとねああ心だなっていうことがね結構あってそうだね同じ言葉同じ内容喋ってても、うん、それがグッと感じられる時もあればそうじゃない時もあるのはやっぱり誰かとどういう、うん 心で話してるかだもんね、うん、音楽もそうだしね,ね同じものを今日聞くのと明日聞くのでやっぱ違うのはこっちの心の問題だしねそうですねなんかシンプルになれますね、うん、そう思うなるほど小さな幸せエピソード1個なんか今の話してたら思い出したんだけど<お>あのホテルとか泊まって「うん お風呂入るじゃんお風呂入るとさ、うん、鏡が曇るじゃん、うん、鏡曇るんだけどちょうど顔の位置だけふわーっと曇らない時ある、うんうんうん、そういう加工が施されてるまあ曇り止めみたいの塗ってるんだと思うのねうん、うん、その瞬間 <laughs> その小さな幸せはあ、<laughs> 分かんないですかなんであんまりその経経験験がないかも経験ないいかかも たまにあるやっぱそのんとなくしか掃除してないまあもちろんホテルのさランクとかさ値段にもよるんだけども別に僕が泊まるホテルなんてそんな大差ないから全部ビジネスホテルなんだけど気が利くホテルだとその曇り止めがしてあったりするんだよ。でそれってお風呂入るまでは分かんないただの鏡だから隅から隅まで透明鏡なんだけど曇った瞬間に。 赤髪見えなくなるなと思いきやそこだけちゃんと残るっていうその人の温かさみたいなね <laughs> 人の気遣いが感じられるっていう、ね、そう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 僕の顔が曇らなかったって意味じゃなくてあそう僕の顔が曇らな <laughs> 違うそういう幸せじゃなくて <laughs> 自分の顔がくっきり見えて幸せではないのよ<笑><笑>そっちかと思うそっちじゃないなるほどでもわかる、うん ね、まあっ、ね、ホテルなんてもちろん隅から隅まで綺麗にしてくれてるの大前提で、うん、それをがありがたいのは大前提なんだけどうん、うん、あんまり感じなかったりするじゃん、うん、当たり前のことだからでもその曇り止めってなんかすごい人間味があふれるなと思ってです、ね、いいね、うん、そ思い出しましたけ、ね、別に鏡がそれこそ今言ったように鏡が見たいわけじゃなくてもその人の心が 想像してくれてるってことだもんね見えた方がいいだろうなってね。いや勉強になるね。いいですね。日本人のいいところじゃないですかそういう細かなね。ということでもう終わ急に急にバタバタとそうですね。でもね体質時間があるからね今日ね。お腹いっぱいになりましたかいやもう最高でしたねおいしいものいっぱい食べて。 じゃあ今年も一年間いばみのラジオを聞いていただいた皆様、うん、ありがとうございました本当にありがとうございました今ね遡って一から聞いてくれてる人もいますけど、うん、もう二週目っていう人もいますからねおおぜひ二週目いるのすごい <laughs> そうですよまたあのねここまで聞いたら忘れると思うんで、うん、シャープ一から聞き直していただいても <laughs> 厳しい楽しいんじゃないかと思いますんで、はい、じゃあ次は新年スペシャルですねそうですねうん みんなにも今年の目標とかね掲げていただきましょうお便りテーマ勝手に言っちゃったけどお便りテーマだから1月に読むから来年ないし今年の目標2024年やりたいこととかやりたいことそうだね目標っていうと大げさかもしれないからちょっとしたやりたいことでものででもいいす今年絶対バンジージャンプするぞとかいいよねそういうのね。 いいじゃないですか。わー、またいいね。一年の始まりって嬉しいですね。うん、うん、頑張りましょう。また、はい、はい、じゃあ、一年間、本当にありがとうございました。した第68回を終えたいと思います。はい、えー、南のラジオ配信は、毎月第二、第四日曜日の17時です。 それぞれのチャンネルで同時に前編後編アップしますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。はい。1> はい、1月何かありますか？1月14日、うん、日曜日、あら王子ミュージックラウンジでえっとコンサートあります。お、僕とバイオリンの小田沙織り、お,おたの先輩のはい、おたくのはい。そしてピアノの杉本君という三人でね、クラシックや<ー>結構ね僕の中で結構なチャレンジになる。 クラシックの対局をやったりしますね。二回目ですかそのメンバーでね。そうそうそうです。ぜひ来てください。私もありました。はい。いいいいって一月二十日新コヤスだったかな。はあ違うな違うな。新玉二子玉の隣でなんだっけ。二子新地二子新地新と子は入ってるね。入ってるな。全然違う場所。 うん、全然違う。双子新地だね。双子新地の小黒恵子童謡記念館っていうね。はい、行ったことあります。ーはーはーいや、知らない。ですそこね、すごいんだよ。はい、あのね、うんうん、童謡記念してるんですか。童謡記念館、ね。うん。でね。 ベーゼンドルファーの写真見た気がする。ベーゼンドルファーのピアノで日本に3台しかないそのうち1台は娘らしいから実質2台のうちの1個何が普通のピアノと違うかってああめっちゃ弾くと出るやつだ88鍵盤でしょ普通その88よりも下があるんだけどそこが真っ黒の鍵盤なの白い鍵盤のはずのとこも。 っていうので川口慎吾君と一緒に演奏しますでそこにはね箱型のでっかいオルゴールもあってねそれを鳴らしてくれるっていう風に館の人と約束しましたので約束した固く約束を返しましたのであのその場所を見にもぜひ来ていただきたいなと思います黄金色とねはい1月20日夜ですねはいはいまた告知しますので聞いてくださいはいお願いしますはい それではまた次回もぜひお聞きくださいお相手はトランペットオカリナ奏者の茨城智博と歌とピアノの実りでしたありがとうございました良い,いお年を,お年をメリークリスマス <laughs>